母さん、どういうことだよ。あのシュウが険しい表情で義母に食ってかかったのだ。あなたのそういうところがいちいち鼻につくのよ。目上の相手の言うことにいちいち言い返してくるだなんて。今日は随分潮らしいのね。とうとう嫁ぐということの意味を理解したのかしら。そしてその時だった。母さん、どういうことだよ。あのシュウが険しい表情で義母に食ってかかったのだ。その声はシュウちゃん？なんで？母さん、今までずっとミカのことをそうやっていびってたのか？これは違うのよ。ちょっとした誤解で。誤解なわけないだろ。母さんがそんな人だったなんて裏切られた気分だよ。シュウ。私はシュウがここまで怒るのを見たのは初めてだった。あのね、シュウちゃん。私はシュウちゃんのことが心配で。なんで俺のことが心配だとミカに暴言を吐くんだよ。それは、だから。うろたえてばかりでまともに返事をしない義母に、シュウの怒りは増すばかりだった。もういい。お前みたいなやつ、母親でもなんでもない。待って、シュウちゃん。お願いだから話を聞いて。もう最低限の観光捜査以外は顔出すつもりないから。ほほ。シュウ、それは違うでしょ？気がつけば、私は怒るシュウを止めていた。あのさ、お母さんが私に文句を言うとき、いつもシュウの名前が出るの。その意味わかる？え？それだけシュウを心配してるんだよ。確かに言い方は毎回どうかと思うけど。なんで私、お母さんをかばってるんだろう。そう思いつつも、私の口は止まらない。そもそも、私、シュウが思うほど綺麗好きでも料理好きでもないよ。え？だって、毎日こんなに家中ピカピカで、帰ったら手料理がたくさん並んでるのに。それ、全部お母さんから難癖つけられて、絶対負けてやるもんかって頑張っただけだから。そっか、そうだよね。私、お母さんと喧嘩するために家事やってたんだ。シュウもシュウなんだよ。今までただ私が綺麗好きで料理好きだと思ってたんでしょ？そんな鈍感アホ男がお母さんに対して文句を言う筋合いはないのよ。そっか、そうだったのか。ミカさん。やべ、お母さんと電話つなぎっぱなの途中から忘れてた。というわけでお母さん、シュウはこっちで締めておくので、今日はこれで失礼します。あ、ちょっとミカさん。数日後、私はまだあの日のことを引きずって恥ずかしさにもだえていた。あー、もうやっちゃった。次からどんな顔してお母さんとやり合えばいいの？すいません、宅急便です。何これ、魚沼さん、コシヒカリ10キロ？次から次へと何？お母さんから電話？荷物届いたかしら。え、もしかしてあれ、お母さんが？シュウのために私の嫌味に負けずに家事を頑張ってくれてたんでしょ？え、いや、あの、それは、その、どんなに料理の腕を磨いてもお米の味は変わりません。だから、そのお米でシュウに美味しいご飯を食べさせてあげてくださいな。お母さん。雨降って地固まるとはまさにこのことだろうか。まだまだお互いぎこちないけど、もしかしたら私はこれから義母とうまくやっていけるのかもしれない。